皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回は青鬼2小ネタ編やっていきたいと思います。番外編ですね。で、これですね、すっごい気になってたんですけど、視聴者さんからコメントいただいて、自分のやってたこの奇跡、運命から逃げ切ったヒロシっていうショート動画であるんですけども、それをですね、別の方向に逃げ切った人がいると。で、天海さんって言うらしいんですけど、それをね、すっごい気になって見てて、で、どうやらこっからこう行って、普通に逃げれちゃった、普通に逃げれちゃった 普通に逃げれちゃった、しかも終わっちゃった、あれ あれ一発で終わっちゃった、あれこんなはずじゃないんだけど、07、あれ普通に逃げ切れちゃった。ちなみにもう一回これ0714やっても、もう作動しないです。あれ？はい。一応もう一回やっていきたいんですよ。こう言って、俺がやりたかったのはそうじゃないんだ、青に。で、これで、こっちだん！ OK。さあ、じゃあもう一回やっていきますか。その人の感じだと、これですね、一回、ここで鍵がかかってて、で、こっち行ってて、ここで距離を離す。で、追い詰められたら一直線で、普通にそうだよね、捕まるよね。さあ、本当にあの人のようなやつができるのか、やっていきたいと思います。ここで鍵がかかってて、こっち行ってって、で、このまま距離を取って、そうだよね、普通こうなるよね。さあ、これで0714。さあ、こっち走ってって、で、ここで一回こう行って、で、ちょっと距離が足りないか。OK。もう何回かやりますか。お、こっち行って、こう行って、やって、こう。で、すぐこう行って、で、これで、もうちょっと距離を空けたいけど、そうだよね。真正面行っちゃうよね。だいたい一緒な気がするんだよな。さあ、もう一回打って、出てった。鍵かかってって、こっちに振ってって、これじゃダメだね。あ、いった！あ、ちょっといった、今。おお、今すり抜けたね、ちょっとね。ちょっとね、一瞬すり抜けたよね。OK。これをじゃあ、もう、間違えた。もう、これをできるように、ちょっとやってみようか。OK、いいんじゃない？ここでこういって、横並びにしないとダメかな。なんか横並びが鍵っぽいな。その、天民さんの動画だと、歪んだ応仁が、こっちに来てる。あ、これいけんじゃないかな。これ行って、まず、はい、ほら、行った！あーし、これを、あそこの応仁にさせるのか。なるほど。で、自分、この動画を見て、もう、アマミンさんの動画をめっちゃ見て分かったんですけど、ここの青鬼が曲がる瞬間に、ヒロシが通過すると、貫通できるんですよ。こことかそうなんですけども、ちょっと見ててくださいね。これ横行ってって、ここら辺、ここのど、ここ。ここで青鬼が曲がる瞬間に、この距離です。この距離で、通過すると貫通するんですよ。これを、3番目でもやりたい。これを3番目でもやりたいんですね。さあ、それをどうするかって感じなんですけど、ちょっとね、本当にこれ、むずい。で、これをどうしようかってすっごい思うんですよね。これが問題なんだよな。これ鍵かかってるじゃないですか。で、横行くじゃないですか。このね、一番真下の3番目の子がやっていけないんですよ。できちゃった。できちゃったよ。もうぐるぐるしちゃうから、もうこれもう。どうしようかな。一歩行くか。一歩俺が前に出て行って、で、鍵がかかってるところで前に出すっていう。これでやってみるか。一回これでやってみるか。よし。0714で。これで一歩前。よし。ちょっと行き過ぎたかな。で、これで鍵がかかってくるんで、で、こっから、
一歩巻いて、オッケー。ああ、ここで一歩出てきてほしい。前出てきてほしい。ダメか、いけないか、来ないか。この距離じゃない。あ、そっか。あ、いや、そう、そう、2番目はいけるんだよ。2番目はいける。3番目が前出てきてほしい。オッケー、このまま行って、一歩前行って、で、こっち、オッケー、前出して、もう少し前出るか、ここで前来い、くれるか、来い、で、これで二歩やってって、あー、微妙、いけるか、こっから前、行って、よーし、行ったー、来たー、アマミン見てるかー、よっしゃー、よっしゃ、ついに行ったイエス、よし、これでよし、やっとできた。計算通り、やった、よかった、諦めないでよかった。本当に何回やったんだよこれ。何回だ、100回は言ってた。これですよ、この今の俺の思った通りに行けた。よし、やったー。はい、見に来てくれてありがとうございました。こんな感じで曲がる瞬間の、あ、なんかですか、フレームレートっていうかタイミングでうまくヒロシと交わることができれば、あの神回避が再現できるということをこれで証明できました。ここまで動画ありがとうございました。あー、テンション上がった今。いや、長かった。ありがとうございました。よし。